はい、今日のお昼ご飯は何？はい、今日はキノコパスタなんですが、前回ですねキノコの一種類のみで作ったんですが、今回は3種類使ってキノコパスタを作りたいと思います。はい、お願いします。はい、でこちらのレシピですが、誰山さんのレシピを参考にしておりますので、詳しい作り方とかは概要欄をご覧ください。ベーコン、キノコ入れちゃう。あ、そう、それも使ってもらえると助かる。ママが冷凍しといたやつなんですけど、だいぶ細かくなっちゃったんで、今回使ってもらいたいと思います。助かります。あ、すでにバターの香りがすごいね。焦がしバター、塩入れるの忘れました。今日は一つまみ。キノコにだいぶ焼き色がつきました。いつも600でやってちょうどいい、うちの感じだと、うん、ちょっと沸かして、はい、塩昆布と混ぜて、出して、はい、しばらくお待ちください。はい、沸きました。ここにパスタを入れます。で、これ飛ばしていきます。はい、はい、焼き芋になっておりました。入れます。ほら、こんな感じで、うん、はい、完成です。はい、はい、きのこパスタ完成しました。はい、ありがとう。すごい美味しそう。トロトロ。今もね、キノコの香りと、これバターの香りかな。うん、ね、ずーっといい匂いがしてます。はい、じゃあ食べましょう。はい、ありがとう。はい、それでは。いただきます。キノコの香りすごいするんだけど。3種類入ったからね。ね。前1種類だったじゃん。それとも味の違いもね。あ、そうだね。もうね、麺に多分ね、だいぶ染み込んでると思うんで、それをまず味わいたいと思います。キノコの味すごい。またバターがいい。うん、でさ、ちょっとの塩昆布と、麺つゆ、あれもわかる。なんかさ、キノコのこのね、何、ところどころこれカリカリになった部分がさ、口に当たるのが多分ね、これいいと思う。今麺だけ食べたんだけど、キノコだけちょっと生かして。キノコが焦げてるとこはカリカリじゃん、焦げてない柔らかいところの食感も違うからすごくいい。パパも食べて。うまっ、これね。キノコはやっぱだしすごい。やっぱ焦がしてるから、香ばしい香りも混ざってよりうまい、すごい。今回はえのきとあと椎茸がプラス、椎茸出るでしょ、すごい。だから椎茸がね、多分ね、違うんだと思う。あ、キノコもだけ食べたんだけど今、やっぱいいのね、いいよね。あ、バターと合わせてうまいな。バターとキノコはもう組み合わせ最強でしょ。で、焦がしバターっていうの、そうね、焦がしキノコが混ざってすごいいい感じ。すごいいいわ。やっぱり、ね、ワンパンで作るパスタって、この麺にもすごく味が入るのね。そう全部、ね、入るからね。ね、私どっちかっていうと麺別タイプで作るんですけど、パパはね、一応ワンパンをお任せしてるんで、いつもね、どうかなーなんて思うけど、キノコの場合はね、この味がすごい、この麺にも、なんか入り込んでる。ねえ、すごい。これはいい。レシピ考えた人誰だよ。誰馬さんでしょう。最強じゃない。最強だよ。キノコはヘルシーだし、金額的にもそんなに材料費が高くなりにくい。から、使った材料としては今の時代にはね、合ってると思うんですよ。これだって100円ぐらい。100円じゃ作れないか。いや、一人分だったら100円ぐらい。100円ぐらい。うん。いいね。安くてヘルシーで。そう、いいと思う。うまくて。で、洗い物も少ないし。そう。ね、これ、いいね。うん。キノコを使ったさ、他のなんか料理とかもね。やってみたいよね。ね。またなんかいろいろパパには挑戦してもらいたいと思います。ありがとう。ママ。はーい。今日のお夕飯は何？はい、今日は豚バラ使います。すみません、もうちょっと始めてるんですけど、はい、小さいじゃがいも、を素揚げしてます。はい、これ美味しいんだよね。ねその間に今こう隣で途中までやってあるんですけど、はい、これが今日のメインです。何ですか？ピーマンに、これミートボール、お弁当とかによく使うミートボール、でそれを入れてチーズ乗っけて豚バラでこうぐるっと。よくチーズだけ入れて巻くのよくあるんだけど、チーズ昨日使い切っちゃってなくて、で今どうしようかなと思って入れるもの考えてこれになった。別にうちお弁当ないんだけど、なぜか買ってあってさ、何かに使おうと思ったんだろうきっとな。でも覚えてなくて、こんな感じ。はい、ね、小麦粉切っといた方がいいかな、豚バラが剥がれちゃう可能性あるのね。はい、そろそろ良さそうなので入れますね。はい、シワシワ、小さいジャガイモ美味しいね。
本当はあのなんか煮転がしみたいなのにしようかななんて思って置いたんだけど、うちはねこっちの方がいいらしくて本当素揚げだから何にも味付けてないから、もう好きにね味付けて食べてもらいます。バターでもいいしマヨネーズでもいいし別のものでもいいし、それでも先ほどのピーマンね焼いてみます。どうかな、こんな感じで、これぐらい、ね、チーズが出てきてる。最初はね焼き色つけたかったんで少し強めに焼いてます。うわすごい、いい感じじゃない、うん、タレを用意します。ちょっとそれちょっと言っておきます。私もちょっとっていつものなんだよね。あとね小さじで砂糖入れるときもあるんですけど、今日チーズ入ってるんでちょっとやめときます、はい、これを入れちゃいます。いいねさっとさっとちょっと絡めて、うんいいね、どうですかね、こんな感じでだいぶとろみもついてきて、はい、はい、じゃあ火止めますね。はい、それでは本日のお夕飯です。ピーマンの肉詰めと言いたいですが、ピーマンのミートボール詰めですね。それで豚バラ巻いてみました。でその隣に添えてあるのは小さいジャガイモをね、ほんと素揚げしただけです。好きな味をつけて食べてもらいたいと思います。スープはまあいつも鶏コンソメスープですね。と副菜ごね、ごめんなさい、これ昨日のなんですけど、これねパパが作ってくれた。そうまだあります。食べてもらいたいと思います。そしてこのプリン、プリンと言ったらママが作ってるイメージですよね。実はこれパパなんです。なんかねパパがねプリン挑戦したいっていうことで作ったんですけど。ゼラチンで固めたプリンっていう感じだよね。そうそうそう、私が作るのはあの卵が入って火を通して固めてる。まだ私もね全く食べていないので非常に楽しみ。はい、ご飯にしましょう。はい、ありがとう。はい、それではいただきます。それはねあのじゃがいも、うん、ただ揚げただけなんで好きな味付けて食べて、うん、あ普通のマヨネーズいく、ね、え、いいんだよいいんだよ自分の好きで、うん、おいしい。硬くなかった、うん、大丈夫よかったよかったね、うん、うまいこれ。チーズとミートボールおいしい。あ本当によかった、うん、肉に肉巻いちゃうっていうね、うん、あのママ以前もやったけどね肉団子の中身に肉っていうね、中にピーマンとかいっぱい入ってる。ピーマンとねミートボール入ってる、あとチーズ、うん、うわよかった、うん、このねチーズはねとろけない方のチーズ使ってます。でもそれでもやっぱり温度が高いからどん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 途中で溶けてきちゃって、まあでもタレにねついちゃってもタレごとかければいいと思って思い切りました。ママも食べたいところなんですが、ママねこっちを試したい。ちょっとねあのね実はね持ち上げるのが怖いくらいねあのプルプルプルしてるんです。私の腕がプルプルしてるんだか、このプリンがプルプルしてるんだか、ちょっと分からないのよ。ちょっとルール違反かもしれないんですけど、すいません。あの、先に行かせていただきます。はい、どうぞ、ね。あ、プルプルしてるけど、ほら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 。おー、プルプル。おー、すごい。ちょっとすいません、こんな感じで、プルプル、ほら、ほら、ほら。あ、どうぞ、どっち？いただきます。ん？この味さ、プッチンプリンだよ。プッチンプリン、うん、柔らかさもプッチンプリン、今さプッチンプリンってちょっと売ってないじゃない、それだそれ。いやすごいこれさ、私が作ったものは火を入れるからもうちょっと硬くなるんですけど、そういうんじゃないの本当に、うん、やばい久しぶりになんかプッチンプリン食べたとか今思った。すごいこれということで、久しぶりにデザートの味まであの皆さんにお伝えできたところで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。